3個なのに一発かっていう感じもしますね。さあ牧野上がって親番を迎えます。39,000点、今局のドラは数万となっています。さあ総図で一面図、ちょっと苦しいか。下山は、2面図完成。ああ悪くない。ドラ面図も完成しています。さあこちらもマンズの部分がいい感じ。こちらは統一、9が全部統一でしたね。あら三色で怒ら言ってましたね、先ほど土田さんがおっしゃっ、いらっしゃった時には。吉田下山がいいかな。下山でもいいシャンテンだけど、このグーキは時間かかりそうなんだよな。はい、ペンちゃんカンちゃんのいいシャンテン。さあ太郎は999、まあ、9はとりあえずポンなんでしょうね。とりあえずポンですかね。さあ牧野の9万がいつ出るか。さあこちらもペンちゃん外していったりすると出そうです。ペンちゃんカンちゃんですね、はい、さあ吉田も9ピン。あーこれ9万だ、そうですね。あ違うまだ打たない、あのチーマン引きでもそうだ、メンツに1メンツ1ジャントができるんでね。まだ地ですかね、はい。さあ9層だ、これは太郎がポンです。パーソー先に切ってるのに9層ポンと、まあ、トイトイだろうなってみんな見てますよね。もう太郎重なりマックスで打ってますからね。9ピンだ。さあこれもポン、さああとは9万だけ、はい、9万は牧野が1枚持ってるんですね。さあ地は残していった太郎、そうですね、重ねたいっていう感じですね。で太郎の持ってる数層運送も両面ターツっていうよりは重なり候補2枚みたいな感じで、持ってる気がしますね。両面に来た、両面なのはついでぐらいな感じでしょうかね、はい。さあ太郎こちらです。いやなんか太郎さんのって結構仕掛けの幅が広いじゃないですか。嘘を切りましたよ、両面のところ。だって珍老刀は逃せないですね。なるほど、珍老刀か、役満ですね、はい。もうこういう仕掛け見ると無性に私9万を切りたくなるんですよ、はい、あれテンパイですよこれ。あしなかった、パーソーが今2枚目が切られたところ。そうですね、はい、これはもう勝負手にしようということですね、うん、わーいいマンも来た、わーわーわー、しかも全部枚数残ってるし。そうですね、いいマン誰も持ってない、いいピンも誰も持ってない、1全山です。さあ9万もポンできた、これでもう3色同行が確定しました、はい、見てくださいこの9全部ポンです、しかも全員から、でこの1全山ですからね本当に。いや珍老刀あるか、11ってあるかもしれないです。そうですよね、全部1枚切れの1枚ずつ持ってて、はい、残り2枚ずつ全部山ですもんねこれもう自敗とかで当たっても翻弄とかついてますから、いや、ね、皆さんちょっと行きづらいんじゃないですか。だいぶやりづらくなりますね、どうします、三蔵残した、はい、一応純ちゃん三色同行は満願なんで、それはまあ残しといてやろうと、はい、何は切っていく、三色同行というなかなかね、はい、見ない役がもうすでに完成しております。役満になるためにはイーソーから引きたいですね。うわこれはきついな、ここで9ピンをポンされてる両面を払っていきます、はい、おっと一巡間に合ったか、チーピン間に合った、はい、カンチーピンテンパイです。あーこのチーピン今テンパイだったんです、下山。さあ、リーパイをして、はい、少し、はい、ね、ちょっとね、下山手がね、はい、はい、ね、悪くて、はい、終盤なんで握力が今なくなってきてるんで、そうですね、はい、さあこれで転敗、宝珠となったのは吉田、タンヤをイペコドライチ、
いやグッときますね、そうですね、今切れたんで今のうち切っておこうと言ったところでしたでしょうか、吉田としては。山越しで当たった挙句、はい、5200は結構な打点ですからね、そうですね、グッとくるな、はい、麻雀すりやろチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。